皆さんこんばんは。いろいろなことをお疲れ様でした。絆長崎です。今日はですね、一番最初にクレーンゲームピヨピヨの救出してから4年の月日が流れで、 YouTube 世界お邪魔させてもらってですね、昨年の12月31日で3周年、そして今に至ります。昨日もらいました、友達からもらった方々薄作りとお寿司です。くーちゃん、熊のくーちゃんです。そしてですね、場外です。滞納お作りお湯で締めてます。そしてわあ、斜めになった。グラムが968円ですよ。100グラム968円って思って、過去に1回食べたことあるんですけどね、お祝いっちゅうことで2枚だけ買ってきました。最初1枚って言ったらね、170何ぼやって1枚じゃねって思ってね、おっちゃん声を張りましたよ。すいません2枚ください。いや、ちょっと今声がごちゃごちゃしとってす、斜めになった。ちょっと焼いていきたいと思います。塩コショウでよかって言われたんですね。で、この瓶ビールの逆にさしてからのポン、久しぶりにちょっとやっていきたいと思います。よいしょよいしょ、なるか、ポンポン、手が滑る、なりましたね。ちょっと怖かったかな。あー、くーちゃん、あんたのグラスの中ばい、少々待ちを。じゃあ、よこしょ、あんたが大将やな、くーちゃん、よこしょ。お、くーが飛んだ。よし、私はもうバラ、桜が大好きで、いろいろお魚、お漬物、いろいろ花飾りもたまーにしてますけれども、このケーキがまた、これ本物のケバラなのか飾りのやつなのか お菓子なのか聞くのを忘れた。金箔入り、何からどがんすればよかったかな。くーちゃん、後で焼くけんね。よいしょ、あらあら、あんた5歳やろ。くーちゃんの誕生日は今出てこん。正直誕生日いつやったかな、出てこん。でコンバッテンが来る日は来るじゃろ。いただきます。あ、うまいな。何日か前に買ってずっとこの日を待ってて、毎日毎日瓶ビールは飲めませんからね。私が一番大好きなキリンラガービール。というわけでお菓子をね、もうクレーンとか、まあ、チョコレート買ったりとか、もうごちゃごちゃしすぎて、グミは10種類制覇になったやないかな。あの動画の方で投稿してます、よかったらぜひ見てください。ショートの方ではまだ音楽つけては流してないので、これね、
宇宙組ではないかと。もし誰か分かる人がいたらコメントよろしくお願いいたします。宇宙組2回言って、宇宙組やと思うんだよな。どうなんやろう。